ナトエンターテイナーの時間がやってまいりました。ナトです。さて今回はですね、久しぶりに逃走中についてお話しします。僕はですね、次回逃走中があったら出演者こういう形で出したいですね。僕の理想としている逃走中の出演者、全員芸能人同士の夫婦でね、出していったらいいんじゃないかなと僕は思ってます。なので、話をする前にハンターに変身したいと思います。じゃあそれでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、ではそれでは早速ハンターに変身しました。イエイ。いや、久しぶりにハンター姿になりましたね。まあね、僕はね、やっぱり逃走中ね、全員ね、芸能人同士のね、夫婦でね、出したら面白いんじゃないかなと思います。まあもちろん芸能人同士の夫婦なのでペア戦ですね。はい、ミッションはですね、夫婦でハンターを放出せよだったり、あとはですね、これは第41回の動物島を攻略せよ編で出たんですけども、あのペアコンビの解消というやつがありましたね。それをね、最後の通達でね、出していったらいいんじゃないかなと思ってます。これはなかなか面白いんじゃないかなと思います。もし仮に夫婦のペアであのコンビ解消になったら、多分夫婦喧嘩相当起こるんじゃないかなと思います。夫婦同士ですからね、夫と妻のね、絆が試されるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、出てほしいのはですね、庄司智春さんと藤本美貴さんですね。いやー、二人の夫婦愛、本当インスタでよく拝見してます。いやー、すごいですね。もう本当に子供好きというか、奥さん思い、旦那思いっていうのがすごく伝わってきます。最近で言うと、中尾明慶さんと仲里依紗さんのね、夫婦写真がね、すごく載ってますね。あやさんのインスタ見せてもらってるんですけども、仲里依紗さんがね、あやさんのところでトレーニングしているのをちょっと見てるんですけども、中尾明慶さんもいます。やっぱり夫婦愛すごいなって思いますね。あとはね、ベテラン同士の逃走者といえば、良い子浜口さんと南明奈さんですね。ねえ、南明奈さんだってもう、9年ぐらい出てませんからね。で、良い子浜口さんも5年ぐらい出ておりません。なのでね、ベテラン同士ね、ちょっと初めての夫婦としての逃走中ね、ちょっとね、見たいですね。久しぶりに見たいです。逃走者全員がもう芸能人夫婦で出るっていうのね、ちょっとね、見てみたいですね。次回やったら、いや、いつかやってほしいですね。芸能人夫婦は、多分、過去の逃走中を見ても、いないんじゃないかなと思います。多分、見たことないと思いますよね。うん。夫婦での逃走中見たよっていらっしゃった方はですね、ちょっとコメント欄にね、ちょっとお願いします。絶対夫婦での逃走中面白いと思うんですよ。夫婦でのね、逃走中、しかもペアでね、やりますから、そこでね、また夫婦同士の絆が生まれてくるんじゃないかなと思います。で、やっぱり今後の生活もね、やっぱハッピーな生活になるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、2月20から24日まで僕舞台出させてもらいます。あともうそろそろですね、気合い入れて頑張りたいと思います。見に行きたいよという方がいらっしゃいましたらね、概要欄にですね、予約フォーム貼っておきます。そこで予約して、見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今回ですね、逃走中出演者、どんな出演者を出したいかっていうのについてね、お話ししました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。See you! 皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。